お疲れちゃんです。ロットですね。今日はですね、こちらのメガナイト、スケルトンラッシュデッキをですね、使っていこうと思うんですけど、何これみたいなところはあると思うんですけど、こちらがですね、なぜか知んないんですけど、今ね、流行ってきてます。グラチャリ12勝とかで結構増えてきてて、なんでかわかんないんですけどね、このデッキが、ね、今流行ってるってわけで、俺の好きそうなデッキだなと思ってね、はい、今日これを使っていこうと思います。というわけで、最近ですね、正直ゴボリ環境、圧倒的ゴボリ環境だと僕思ってて、なんかゴボリと、雪玉と、まあ、マスケとかかな。まあ、エレキか。まあ、そこはマスケかエレキかとか正直どっちでもいいんですけど、ゴボリプラス雪玉の、マスケメガゴのエレキメガゴ、エレキサンガゴとか、マスケサンガゴの、この組み合わせ、この4枚ぐらいが入ってると、正直どんなデッキでも成り立つ理論がありまして、なんで、これとかもですね、このスキラとかもゴボリプラス、まあ、メガゴ雪の、ここマスケなんですけどね、基本的にアーチワーか、まあ、マスケかとか、まあ、そんな感じでね、結構ゴボリプラス雪玉マスケが最強環境来てるので、まあ、とりあえず多分ぶち込んどけばいいっていう考えなのだと、はい、思います。というわけで今日はね、こちらでやっていきたいと思います。で、最近すごい悩みというか、皆さんにすごい聞きたいことがあるんですけど、僕のイメージを欲しいっていうのがすごいありまして、なんだろう、なんか、僕何の動画最近出したらいいのかなってすごいいろいろ思ってるんですけど、なんか、テンゴッドとかだったら、まあ、ジャイ動画じゃないですか。ジャイの動画見たいなと思ったら、テンゴッドの見に行けば上手くなれるし、みたいな、あるんですけど、なんか、僕のそれが、なんか意外となんかバラバラしてて、そういうなんかしっくりくるのをまとまってるのっていうんですかね、なんか、ライクさんといえばペッカだし、みたいな、あるんですけど、それがないなと思ったんで、まあなんかなんだろうな、2日に1回ぐらいみんな出るじゃないですか、そのメイン系が。なんで僕もそれが欲しいなと、最近すごい思ってるんですよね、なんで、なんか、何だろうと思いつつ、なんか僕好きなカードが多すぎて多分良くないのかもしれないんですけど、なんかアイスイーツとかもすごい好きだし、ロイホグとか、またスケラも好きなんで、なんかまあ逆に好きなのがありすぎて、それがいいのか悪いのかわかんないんですけど、なんかね、こういう、このもう2日に1遍ぐらいこの動画出していいんじゃないぐらいのなんかが欲しいですね、僕的には。よいしょ。これやばい。痛い痛い。ベビドラお前優秀すぎん？これやばい。夜景で耐えてほしいな。雪玉打った方がよかったかな。打った方がよかった説あるんですけど、相手は足前ナイトからのスケラーで結構コストを割いていると思うので、ここで足前からメガナイトを出してあげて、そう、受けがないマンで、オッケーオッケー、こう雪玉打ってあげて、こうベビドラも厄介なんで飛ばして、オッケーオッケー、あ、オッケーオッケーオッケー、これでまあ若干の1-1ですね。なんで、そうなんですね、ちょっと話戻るんですけど、僕といえばみたいなのね、もう書いてほしいとか、もう決めてほしいですね。なんかもう2日に1回、3日に1回こんなの見たいとかね、ポロンさんとか最近ウォールブレイカー祭りしてますけど、そういうのもすごいいいなとね、思ってるんで。そうなんですよ。でもロイホグとかスケラとかって意外となんか使ってる人が少なすぎて辛いっすね。使ってる人がいなさすぎて、なんかね、そんなっていう事実がありますね、意外と。雪玉打ったことによってマスケ延命できてるけど、やばい、全然だな。左の342が、僕、ポイズンじゃないんで削れないんですよね。ワンチャンつけられますね。オッケーオッケー。ポイズンじゃないから削れないんですけど、まあ、言うて、スケラプラスフリーズ打っちまえばなんとかなるみたいなのがあります。オッケーオッケー。ここでもう相手、ポイズン割いたんで、オッケーオッケー。これで、さすがにね、雪玉まで打って確実にね、折れなかったら困るんで、やりすぎたから。オッケーオッケーオッケー。で、問題は、ちょっとメガナイトがナイトによってボコボコにされるっていうのはすごい辛いんですね、これ。よいしょ、これスケラ打たせないよ、アイグレフターからの、これはボリでいいかな。メガナイトでもいいんですけど。オッケー、これキング起動してて、てか11の状態のスケラはお互いすごい入りにくいんでね。あー、それうまい。オッケー、ここで、からのメガナイトでタゲ取りつつのスケラですね。ここで確実にダメージを入れていきたいで、スケラのデッキに生き玉って思うかもしれないですけど、意外とこのスロー効果がやっぱスケラに対しても
すごい良くて、スケラに対してもってタワーに対してですね、タワーがスケルトンの処理遅くなる分、あのその分ねスケルトンのダメージ稼げるんでね、結構スケラに雪玉ってあんまなかったんですけど、最近すごい増えてきてていい感じですね。これはスケラ来たらメガナイトで始め踏みたいけど来ないですね。飽きた、美味しい、美味しい、真ん中ナイトワンチャン、はい、これ美味しいっす。これもスケルトンの種ってあげて、ボーポイされたら正直雪玉あんま関係ないんですけどね。はい、なんで一回お休みからの、やっぱフリーズしちゃったらメガネとかずっと殴る事件、はあ、なるほどね。まあまあまあ、ボーポイ使ってるんで後ろからマスキを裂きやすい、でしっかり延命する。 OKOKOK、 これいい流れですね。これもう一回同じようにしてスケルトンラッシュ打つだけで、多分相手はこれマスケットを、そうタルババ顔をされてるんでね、処理できない。 OKOKOK、 ボーポイやっぱ相手毎回してますね。このボーポイされるとマジで若干しかダメージ入んないし、キング起動してることによってほぼ入んないですよね。これがなかなかおつらい。ごぼうりで気持ち回避しつつって、回避できてないな、やばい。あー、これなマジでこれすごい厄介なんですよね、相手の宝石が。 OK、 まあこれ一回捨てて、一回捨ててからの、オッケーオッケーオッケー。やばい。このマスケットがマジで残るか残んないかで僕の勝ちか負けが決まるんで。よいしょ。ああ、危ない。オッケーオッケー。いや、いい。来た。これで真ん中ゴンもして、タワーの竹も取りつつ、これ棒ポイしないとめっちゃ刺さる。ああ、やっぱしてきましたね。お、飛ぶな飛ぶな飛ぶな、そっちに。ああ、まあ、引き分けかなー、マジで。これ、若干許容して、攻めたいですね、もうなんか。なんかマスケ、真ん中マスケフリーズぐらいして攻めたい。オッケーオッケー。これマジで、こういうことしないと入んないっすね。オッケーオッケー、オッケーオッケー。いい、いい、え？あー待って。やばい。これもう気合で、気合で、気合通りに行く。お願い。あー、ボーポイしてるやん。いや待って、あるある、おっとーい、よいしょ。やば、危な、めっちゃテンション上がった今。やば、今のはマジで。ラッキーですね。ラッキーというか、もう今のままだったら勝てなかったんで。負けもなかったんですけどね。負けもなかったんですけど、勝ちがなかったんで、勝ちに行くっていう手ですね、今の。はい、さすがにもう、自分のターンは3000とかあったら、さすがにおられないんで。よいしょ、よろしく。今の勝ちはでかいですね。というわけで、そうですね。基本的に受けから行きたい。受けから行きたい。僕が使うデッキは何でも受けからスタイルなんで、受けから行きたいんですけど、相手が何も出してこないのと、僕にアイスボレとかが今手札にないんで、後ろから裂きにくいですね。とりあえずゴボリは、なんか、する人としない人がすごい分かれるんですけど、僕は、結構しないタイプの人間ですね。しょっぱなゴボリを置く、このオリオンを置くメリットとしては、することなかったらとりあえず置いとけば相手も困るっていうのですごいいいんですけど、僕の考えとしてはすることなくてゴボリを置いた時に、相手が、まあ、例えば今同人とかゴボリ出してケツラボとかされたり、ゴボリ出してケツゴレとかされると、ゴボリが逆にね4アド相手に行っちゃうんで、僕的にはなんでとりあえずごぼりはしない派ですね。でもする人も全然いるんで、まあ、そこは本当好みだと思いますね。相手はこれラバル、あーラバフリか、あーこれで、うわーそれうまい。これマスケットが処理されると終わる、あー終わる。これちょっとフリーズしてでもさすがにこのタワーは耐えたいですね。今のは相手のうまいですね。ってことで縦線とラバファイボディガーですね。ラバファイボ縦線ディガー、そう、これですね。このゴボリが僕にとってはそんなに痛くないっていうのがやっぱあるんですよね。とりあえず暇だからゴボリ置いとくと、僕今3アドぐらい取られてたんですけど、それがチャラになるんで、これゴボリ破裂したのを、なんだろう、餌としてもらいつつ、アイゴレでエスケラしてカウンターしたいですね。もうオッケーオッケー。まあまあまあ、オッケーオッケー。こんな感じで。でガゴでセパして防衛と攻めに分けつつ、あーでも相手ドラドラですね。これ雪玉だけ打って、もう打たないでもいいかもしれないんですけど、オッケーオッケー。これもう一回右マスケで受けつつ、
はい、いや、いい流れですね、いい流れ。あ、これはさすが、いや、これメガナイトもったいないな。でもさすがに、さすがにまあいいかって感じで、このまま両サイ攻める流れの、これさすがにこの目、これだけでメガナイト消費されるの痛いんで、雪玉でノックバックしつつ、いやー、これでもな、フリーズ打たないと。あー、これビビドラが、やばい、ビビドラ入ってる、やばい、終わる終わる、あー終わった。これ両方削れないっすね。いやー痛ーい。あと750、まあまあこれ削れなかったっすよ。これはそうっすね、なんかいろいろ改善点がありますけど、初っ端のあのダメージがやっぱ痛かったのと、どこだろうね、左の700ぐらいのディガーを僕受けたんですけど、あそこのメガナイトを右側に展開して、メガナイトプラスマスケットの形を作って、それで次にね、ネクストに3グがあったんで、その3グで左をのディガーをね受けてよかったかなと思いますね。あのあれだけにメガナイト作っちゃって、メガナイトプラスマスケットの形作れずに、なんかねカウンターというか、なんか形がね全然ぐちゃぐちゃだったんで、そこが今良くなかったかなと思いますね。はい、というわけで、相手は、迫撃かな？迫撃っぽいんですけど、迫撃っぽいんですけどね。いや、めっちゃっぽいっすね。これ、することないというか、まあ、することないんで、これに、スケラ合わせて、あー、ポイズン。ん？ジャイプリかな？ジャイピーピーどうかな？これ、やばいな、これ。マジで、これ、ほんとは、なんか、ね、違うので受けたいんですけど。ユニットなかったんで、メガナイトで受けて、ここのディガーは相手甘いですね。近軌道できる位置なんで、しっかり近軌道していきますね。こういうところですね。しっかり近軌道ですると後々楽になりますね。ギャングコウモリ、ヤリゴブ？ん？ギャングあったっけ？ヤリゴブコウモリ、プリンスディガー。プリンスディガーっぽいか？昔の。まあまあまあ。タルババ回って、後ろからマスク裂いて、こっちですね。マスク、あの、削られてない側に、ケツマスクすると相手にポイズン打たれてもそんな痛くないっていうのがあるんで、これもスケル打ちますね。で、多分タルババプラスなんかされてマスク処理されると思うんで、サンガゴ追加のマスク延命するんですけど、違いますね。まあまあまあ、オッケー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 。だからダメージそんな入ってないんですけど、まあまあまあ、相手プリンスディガポですね。前あったプリンスディガポです。これ多分全部に当たるはず。うわ、痛い、このやりごぶ痛い、マジ痛い。でも、あ、インフェがあるわ。インフェが厄介ですね、マジで。えぐいほどインフェが厄介、あとプリンスも厄介。多分インフェが来ると思うんですよね。よいしょ。いいアイゴレ、このアイゴレすごい優秀ですね。ドキ、このマスキがしかも残る。あー、ポイズンされた。いや、ポイズンされたから、逆にスケル打って、オッケーオッケー。雪玉も打って、多分そうっすね。基本的に後ろに槍ゴブとか出るんで、奥目に雪玉打って、オッケーっすね。これ全然いい。これ来てもアイゴレで受けれるし、っていうので後ろから作り、相手ポイズン使ってるんで。いや、このタルバ厄介っすね。オッケー。めっちゃいい。これ繰り返すだけで、僕の方が流れが来ますね。問題はインフェルノタワーが厄介。なんでこの辺に、あー、そっちか。それうまいな。これ雪玉で処理しつつ、まあ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 、このスケルトンが、あ、次からスケラもう一マス内側にしたいですね。スケラが外すぎて、内側から湧いたスケルトンが、本当はポイズン打たれてもね、結構スケラって殴るんですけど、そのスケラの位置がすごい大事になってくるんで、インフェルノタワー来るよなーって思ってるんですけど、ここですね、ここの位置にしてあげると、相手からしたら結構苦しい。これフリーズっていいな。相手ボーポしてないんで。フリーズって、OK。ここで今、タル裂いた瞬間に雪玉で、OK。このスケルトンが、もっと欲しい。まあでも全然いけますね。これ右ケツマスケは、ほぼ徹底からの、これ3号で守りたいな。あはー。まあまあまあ。これ全然いけます。マジで。本当に、厄介。もう生き玉打っちゃって、はい。いや、このマスケなぁ、マジで。なんかメガナイト受けするしかないっすね。オッケー、このマスケが多分相手めっちゃ厄介で、コウモリかな。あー、コウモリ分かったなぁ。サンガを追加してよかったかもしれない。
ここは焦らず後ろからマスケットからのディガーをガゴで守って、あのプリンスを逆サイに引っ張るか、いやゴボリでいいな、ゴボリからの三ガゴで受けつつ、このまま右側攻めたいですね。オッケーオッケーオッケー、いい日、プリンス咲いてるからこのマスケット相手は止めにくいんですよ。オッケーオッケーオッケー、これもうマスケ追加ですね。あーやばい、いや雪玉打ってよかったな、迷ったな、なんかこれよいしょ、ごぼうりで受けつつ、オッケーオッケーオッケー、ディガーの位置が一緒なことによってごぼうりでディガー受けれた。いやーあと1000、あと1000、熱いっすねマジ。はい、これでスケラ打ってコウモリだけだったらポイズン打つけど、まあそうですね、これ踏みたいですね、これ踏んでオッケーオッケー、これディガーも踏める、オッケー、おいしい、オッケーオッケー、600でしょ、600、これ全然いけますよマジで、全然いける、全然いけるの構え、オッケーオッケー、もうね端前のこのマスケットで、マスケがやっぱ相手だれですね。オッケー、来た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 、これ買ってくれ、これだとこの辺にやりこぶくなんか、オッケー、このマスケ延命してあげたら相手も泣く、相手泣く、知ってる、でポイズンで削れないから相手のディガーさえ守れば僕の勝ちなんで、来いよディガー、来いよ、よいしょ、はい守ってオッケー、ここをもうアイゴレスケラして雪玉打っちゃえば僕の勝ちなはず、これボーポイ来てもマジでマジでボーポイ来ても大丈夫、ほら気合でお願い、やばいこっちの弾がプリンスで落とされるまである、待ってフリーズフリーズ、オッケー、あぶねー、めちゃくちゃあぶねー危ないっすけど、このスケラのこのね、入るか入んないか、もう、ね、なんか、なんて言うんですかね、賭けと言いますか、そんなのが好きですね、僕は。はい、というわけで、危ねえ、めちゃくちゃ危なかったんですけど、これね、ディガっぽい、懐かしのディガっぽいですね。なんか最悪、プリンス系がなかったら、プリンス系がそう、ないんじゃないんですけど、まあでも、ごぼうりで受けるのと、ごぼうりも目がないと、マイクロもなかったら、最悪ね、フリーズで固めたり、スケラのね、スケラ防衛っていうのも結構ね、意外と、悪くないんで、スケラ防衛って結構、する人少ないんですけど、意外と悪くないんで、困ったらスケラ防衛とかもありますし、はい、ぜひね、こちらのスケルトンラッシュデッキね、使ってみてくださいというわけで、結構ね、なんかバルキリーとか、ウィザードとか、トロ3、4戦とかで多いと思うんですけど、その辺でもメガナイトすごい優秀だと思うんで、僕的には結構おすすめです。はい、というわけで、こんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価、あとコメント欄に、なんかもう、ラットはこれみたいなね、書いてもらえると、めちゃくちゃ助かります。はい、というわけで、また、です。バイバイ。